ワルツシールドっていうことは、シールドってじゃあ何っていうと、シールド、盾だよ、盾。だから黒い盾みたいな感じになってくるんだよね。これ面白いよね。だからさっきも言ったように、日本人の英語系 YouTuber でどこでも英語を使おうとするとこういうこと覚えないから。こんにちは、直樹です。今日もね、ファイアーエンブレム風化雪月についてちょっとお話をしようと思います。で、先日もね、いつもお話しているように、この風化雪月っていうのは、いろいろなね、地理とか歴史とかね、神話とかね、言い伝えとか、言語とかいろいろ入ってるよってお話で、ね、先日ね、この風化雪月の中に実はロシア語っていくつか入ってて、で、このロシア語はこういう意味 で、つまりだからこそこういう意味だよっていう動画を作らせてもらったんだけども、今日はね、風化雪月、大体メインの言語っていうか、そのモデルになってる言語はドイツ語っていう話をさせてもらったけども、ロシア語ではなくてね。で、今日はね、そのドイツ語のお話をしようと思います。なので今日はね、ドイツ語の勉強にもなるし、あと、まあ、風化雪月好きだった人は、好きな人は風化雪月で、ああそういうことかって思っていただければいいし、ドイツ語の勉強してる人は、ああドイツ語で、ああそうだよね、そうだよねっていう風な感じで、見ていただければと思います。で、いつもちょっとこれお話ししてるんだけども、言語系のお話はしてるんだけども、まあ、先日私ね、違う動画でスペイン語のね、動画を作らせてもらったけども、まあ、私のスペイン語もまあひどいもんでしょう。まあ結構ね、動詞の原型で話してるんだけどね。でも私今ここはアメリカなんだけども、まあ、昔から私の動画違うので見ていただいている方には分かると思うんだけども、前働いてた、私の会社では、私は、英語よりもスペイン語を使ってたかなって感じです。なので、今よりは、先日作った動画よりは、まあ、スペイン語が話せたかなってい う感じなんだけども、それでちょっと説明に入る前にちょっと言語系のお話させてちょうだい。で、私いつも違う動画で、日本人の英語系 YouTuber の話ね、聞かない方がいいよ、もう右から左へ流した方がいいよっていうお話してんだけども、これ変わらずね、日本人の英語系 YouTuber のね、お話はね、もう本当に右から、東じゃなくて左へね、流してちょうだい。というのも、よくね、日本人の英語系 YouTuber って非英語圏で、ね、こう言えば英語通じますよとかって言ってるけども、基本的に私ヨーロッパの動画って結構作ってるけども、基本的に非英語圏って英語通じないから、で、仮に通じたとしてもそれって結構失礼な話で、日本の、ね、どっか行ってね、で、それで英語で注文してるようなもんでしょ、結局の話ね。で、おそらくね、ちょっと今回ドイツ語のお話はさせてもらうんだけども、結局30、40にもなってね、社会人になりきれてないその英語系 YouTuber の話まともに信じちゃうとね、自分がね、将来海外で働こうとかね、海外に行こうとかね、思ってる人のね、もうその信じてしまったことによって自分の夢とかね、希望とか未来ぶっ潰しちゃうから、自分自身でぶっ潰しちゃうから、本当に右からね、左に流して聞くようにしてください。今日風化雪月のドイツ語でお話ししたいのは、シュバルツ・アドラー・ウェイヤっていう、ウェイヤっていう、そうと決まれば私たちの新たな軍に名をつけるわ。我らがアドラー・クラッセにちなんで、シュバルツ・アドラー・ウェイヤというのはどうかしら、お話なんだけども、で、それでね、おそらくドイツ語ね、だからね、多分インターネットとかで調べたと思うのよ、皆さん。もうそれ正解、それやるべきなの。それっていうのはもうまさに好奇心だよね。好奇心で調べてくる。で、私が今、日本人の英語系 YouTuber、いつも言ってるんだけど、日本人の英語系 YouTuber の話聞かない方がいいよっていうのは、全く役に立たないから。っていうのも、まあ、就職の話も先日作らせてもらったんだけどね、アメリカの、海外とかアメリカでの就職の話もさせてもらったんだけども、そもそも英語で何でもしようと思うから、ね、非英語圏でも英語無理ありね。だから、極端な話言えば、私ね、他の人がね、もう10万人とか1万人とかの人がやって OK だよっていうんであれば、私仮にヨーロッパとか、まあいいや、アフリカでもいいや、ね、南米でもいいや、全部日本語で目的地まで行けるし、あと全部日本語で物も買えるよ。そういうものなのよ、実は。うん、だから、日本人の英語系 YouTuber のね、話聞かないでっていうのは、まあ、そういうふうなところにもあるんだけど、まあ詳しく話すともっと長くなるから、ちょっと今回は置いといてね。で、結局の話どういうことかっていうと、きっとね、
シュバルツ・アドラー・ウェイヤーっていうことを調べたと思うのよ皆さん。だからそれこそが丸なのよ、もう正解で。こういうことをしないと絶対ね物事って覚えないし、言語ってねこう枝分かり、一つの単語からこういうふうに覚えていくから。で風化雪月の中でこういうふうにね、漢字で書くと、日本で書くとじゃねえ、漢字で書くと黒足遊撃隊みたいになるのかな多分。でカタカナで書くとシュバルツ・アドラー・ウェイヤーで、おそらく、皆さんたどり着くのはシュバルツとアドラーっていうのがドイツ語だっていうのが分かるはず。でシュバルツが黒で、アドラーがワシとかね、多分タカとかみたいな感じで出てくるのかな。でもう一つウェイヤー、これが問題なんだよね。でそうすると、多分行き着くところは英語でじゃあどうなるんだろうっていう と、ブラックなんだ、ブラックイーグルストライクフォースって多分英語版はなってるらしいのよ。でこれでさらに混乱すると思うんだよね。でどういうことかって、このウェイヤーってじゃあ何ってお話なんだよね。でわざとちょっとカタカナで書かせてもらったんだけども、ね、ウェイヤーっていうのでね、ちょっと私こっちにいつも話してるように4畳とか5畳から6畳か分からない、すごい大きい鏡なんだけど、これでちょっと話させて、ウェイヤーっていうのを多分おそらく皆さんね、V とか B とかで調べてるから多分出てこないと思うんだよね。で実はこれドイツ語 の発音、まあ東ヨーロッパの発音に近いかな。でこのマーク見たことあるよね、このマーク、車のマークだよね。まあ分かんねえよっていうかもしれないけど、ごめんなさい、これね、フォルクスワーゲンだと思ってちょうだい。でなんで V と W って書いてるのにフォルクスワーゲンっていうのかっていうお話になってくるのよ。でここにね、ウェイヤーの謎がちょっと入ってるんだね。でちょうど V と W が出てるからすごいいいお話これ。で多分ウェイヤーって皆さん V か B で探したと思うんだけども、濁音だからね。実はフォルクスワーゲンってなんで VW っていうかっていうと、これ V の音がフになるんだよ。だからフォルクスなんだよ、これでフォルクスで、 W がワーゲン、ワーゲンじゃなくて正確にはワーゲンということは、フォルクスワーゲン、まあこれフォルクスが国民で、ワーゲンは自動車っていうかね、オートっていうか車のことなんだけども、フォルクスだからボルクスじゃないでしょ、フォルクスでしょ、ね、だから、V とか B では濁音にはならないからフォルクスなんだよね。一方で、こっちの W ってどうね、 W の方はワーゲンでしょ、ウニ、なんか最近というか結構昔からだけども、ウニ点々の発音で濁音なのよ。ということは V とか B とかじゃなくて、探す音は W なんだよね。あとちょっと話戻るんだけども、シュバルツ・アドラー・ウェイヤーのシュバルツっていうことは何かっていう、まあ皆さんもうここはここと、シュバルツ・アドラーまでは調べてすぐ出てくると思うんだけども、シュバルツってあれだよ、だから黒なんだけども、確かに黒なんだけども、高架道さんで昔作ってたシュバルツ・シルトってあったでしょ、まさにシュバルツなのよ。だからシュバルツっていうと黒で、シルツ、シュバルツ・シルトっていうことは、シルトってじゃあ何っていうと、シールド、盾だよ盾、だから黒い盾みたいな感じになってくんだよね。これ面白いよね。だからさっきも言ったように、日本人の英語系 YouTuber でどこでも英語使おうとするとこういうこと覚えないから、だからね、各地ドイツに行ったらできるだけね、ね、グーテンタークからでもいいので、あ、そう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 、あとちょうどだから話ちょっとずれていい？ドイツでさ、ドイツのデュッセルドルフでさ、日本祭りってやってるじゃない、5月かな。でそれがヤーパンタークって言うよね。でそれ今タークってグーデンタークってお話ししたんだけども、まあ良い一日をなんだけども、グーとグーとグッドのことね。でどっち、こっち、こっち、ヤーパン、ヤ、これも同じなんだよ。英語で読むとジャパンでしょ、だけどドイツ語で読むとヤなんだよ。だからヤーパンターク、これで日本の日ってなるんだよね。でヤーパンターク。で同じように、英語でジュリアって言ったとしたら、ドイツ語だとヤーパンだからユリアになるんだよ。北斗の拳のユリアーのユリアだよね。だから J で始まるんだね、ユリアって。結局の話ね、シュバルツ・アドラー・ウェイヤーって
どういう風に書いてどういう意味なのかっていうと、これウェア、スペリングはおそらく、あ、そうそうそう、あのね、いつも話してるけど、冒頭で話したようにね、私あのドイツ語得意なわけじゃないからね、スペイン語とかロシア語とかもあの動画とか撮ってるけども、これはね、もう日本人 の、 あの例えばロシア語だったらアシアとかいるしね、あとはね、ドイツ語系の日本人の余計 YouTuber とか、スペイン語を使うあのドイツじゃねえ、日本人の YouTuber とかいるから、そういう方のね、あの動画見てもらった方がいいです。で、私はあくまでも初歩的の初歩で、初歩すらもちょっと違うんじゃないかって、まあでも正しいことは言ってると思うん で、 でおそらくこのヴェイヤってこのスペリングだと思うんだよね、ヴェイヤで、シュバルツ・アドラー・ヴェイヤで、英語だとなんだっけ、英語だと、英語だとなんとか、あ、ブラックイーグルストライクフォースかな、だったんだけども、このヴェイヤってどういう意味かっていうと、はい、Google でね、入れてみると咳って出るんだよね。はってなるでしょ。で、咳の咳なのか、この咳なのか、さっぱりわかんねえよね。全然関係ねえじゃんって話で、もしかして咳がなんか関係あるのかな、とかって思うかもしれないけども、実はこのベイヤってあのね、まさにその咳っていう意味なんだよね。で、お話しすると防御とかそっちの方の、ことを示すんだよ。だから日本語だと、黒鷲遊撃隊になってるんだけども、もし正確に言うんだったら、おそらく黒鷲迎撃隊みたいな感じだから、英語だ と、ストライクフォースなんで主に攻撃ってことなんだけども、ウェイヤってことは防御とか、守るっていう意味なので、どちらかっていうと自ら攻撃するっていうわけではなくて、だから堰っていうのは要するに包みとか防御壁とかそういう方の守備側、主に主だって攻撃するわけではなくて、守備側はだから敵が来たら迎撃するよみたいな感じがいいのかなって感じはします。まあね、風化雪月では遊撃隊っていう風になってるけども、まあ迎撃隊とかそんな感じなのかな。だから遊撃隊とか遊撃とかってやると、多分ドイツ語でも出ないし、多分英語でも出ない。そもそもこのウェアって言葉をちょっと調べるのはちょっとね、大変かなとは思うんだけども、調べていただいて、ちょっと 両手で片手で塞がってるからあれなんだけど、もう調べていただくのがもう OK。 もうそれはね、好奇心から調べてて、どん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 ね、自分をね、パワーアップさせていくには本当にいいお話だから、出なかったとしても、そういうふうに出なかったとしても、調べるっていうことはすごい大事なことなので、まあ今日はね、風化雪月のお話プラスちょっと言語のお話も交えてね、お話しさせてもらってるんだけども、だから、これだと、シュバルツ・アドラー・ヴェイヤだから、黒鷲、迎撃隊とか防御隊とか、主に結構防御の方に、比重は防御の方に徹するのかなって感じなので、まず発音でさっき言ったように、V とかB じゃないんだね。ドイツ語の場合、例えばさっき言ったように、V の発音がフォルクスワーゲンみたいに負の発音になったり、ジャパンがヤーパンだから、ヤーパンタークっていうのは日本の日、ジャパンデイってことだよね。とか、あとウェイヤ、これW だからウェイヤになるんじゃないの、ウィーヤとかウェイヤになるんじゃないのっていう話なんだけども、これが濁ってウェイヤだよね。はい、そういうわけで本日はシュバルツ・アドラー・ヴェイヤのお話で、このヴェイヤが何かっていう、これでしっくりきたでしょ。はい、そういうわけで今度はね、実はだから風化雪月っていろいろな言語とかもね、だから地理とかもいろんなの入ってるから、またこういう動画をね作っていきたいと思います。また言語のね、他のお話とかね、就職の話とかね、海外での、ね、就活の話とかね、ドイツの動画も私結構作ってるんでね、なんだかんだ言って興味のある方見ていただければと思います。それではおやすみなさい。